こんにちは。今日の講義は書籍、漫画でわかる誰とでも15分以上会話が途切れない話し方にです。この本は会話力向上を目指す人々にとってとても有益な内容を提供しています。著者の野口敏さん、シナリオを担当した坂井ダンゴムシさん、そして作画を担当した MAKI さんが協力して作り上げた一冊です。スバル社から2019年3月8日に発売され、217ページにわたって会話のコツが詳しく解説されています。特筆すべきはこの本が漫画形式で書かれているという点です。これにより読者は楽しみながら学ぶことができます。複雑な会話のテクニックも漫画のキャラクターたちの会話を通じて自然に理解できるようになっています。またこの本は誰とでも15分以上会話が途切れない話し方66のルールというベストセラー本の続編として位置づけられており、前作の内容をさらに深く具体的に掘り下げています。本書の核心となる考え方は気持ちのキャッチボールです。これは会話をする際に自分と相手の気持ちに目を向け、それをキャッチボールのように行き来させるという考え方です。この単純だけれど効果的な方法を軸に様々な会話テクニックが紹介されています。本書の構成は読者が段階的に会話力を向上させられるよう工夫されています。まず会話を膨らませる基本的な方法から始まり、相手から必ず返事をもらえる黄金フレーズの使い方、会話をより深めるテクニック、そして最後に会話を盛り上げる話題の選び方まで幅広くカバーしています。特に興味深いのは気持ちボキャブラという概念です。これは相手の気持ちを適切に表現する言葉のことで、これを上手に使うことで会話がより豊かになります。例えば嬉しいという言葉一つとっても、ワクワクする、心が躍る、胸がいっぱいになるなど様々な表現があります。これらを状況に応じて使い分けることで、より細やかな感情表現が可能になり、相手との共感を深めることができます。また本書では会話を深める具体的な方法も紹介されています。例えば相手の話を聞いた後に、なるほど、なんですねと相手の言葉を要約して返す言い換えのテクニックや、相手の話に対してそれってということですかと確認の質問をする確認のテクニックなどです。これらのテクニックを使うことで相手の話をより深く理解し、会話を発展させることができます。さらに本書では会話を盛り上げる話題の選び方についても詳しく解説されています。例えば相手の興味関心に合わせた話題を選ぶことの重要性や、時事ネタを上手に取り入れる方法、自分の経験談を効果的に使う方法などが紹介されています。これらの方法を使うことでどんな相手とも15分以上会話を続けることができるようになります。本書の特徴的な点として、各章の終わりに実践ワークが設けられていることが挙げられます。これは読者が学んだことをすぐに実践できるよう設計された演習問題です。例えば気持ちボキャブラを使って文章を書き換える練習や、与えられた話題について会話を展開させる練習などがあります。これらのワークを通じて読者は理論だけでなく実践的なスキルも身につけることができます。本書は会話が苦手な人だけでなく、すでにある程度会話力のある人にとっても有益な内容となっています。例えばビジネスシーンでの会話力向上を目指す社会人や、人間関係を広げたい学生、さらには婚活中の人々など幅広い読者層に対応しています。特に婚活成功の秘訣として、初対面の相手との会話を円滑に進める方法や、相手の興味を引き出す質問の仕方なども紹介されています。また本書の各章は独立しているため、読者は自分の興味や必要に応じて好きな部分から読み進めることができます。例えばすぐに使える会話フレーズを知りたい人は黄金フレーズの章から、会話の深め方を学びたい人は会話がぐっと深まるの章から読み始めることができます。この柔軟な構成により、読者は効率的に必要な情報を得ることができます。本書の魅力の一つは、漫画を通じて複雑な会話のテクニックを視覚的に理解できる点です。例えば気持ちのキャッチボールの概念を説明する際、実際の会話シーンが漫画で描かれており、キャラクターの表情や言葉のやり取りを通じて
読者は直感的に理解することができます。これにより単なる理論の説明よりも実際の会話場面をイメージしやすくなっています。さらに本書では様々な会話の失敗例も紹介されています。これらの失敗例を通じて読者は何をしてはいけないかを学ぶことができます。例えば相手の話を遮って自分の話をし続けてしまう一方的な会話や、相手の発言に対して適切な反応ができない無反応な態度などが挙げられています。これらの失敗例を知ることで読者は自分の会話の癖や問題点に気づくきっかけを得ることができます。本書の中で特に注目すべき点は、聞き神手になるためのテクニックが詳しく解説されていることです。多くの人は話すことに注目しがちですが、実は聞くことも会話を円滑に進める上で非常に重要です。本書では相手の話を適切に聞くための姿勢や、相手の話を引き出すための質問の仕方、相手の言葉に対する適切な相槌の打ち方など、聞くことに関する様々なテクニックが紹介されています。また本書では非言語コミュニケーションの重要性も強調されています。言葉だけでなく表情や身振り手振り、声のトーンなども会話の重要な要素であることが説明されています。例えば相手の話を聞く際に適切なアイコンタクトを取ることの重要性や、相手の感情に合わせて表情を変える方法などが紹介されています。これらの非言語コミュニケーションのテクニックを身につけることで、より豊かで深い会話が可能になります。本書の特徴的な点として、様々な会話のシチュエーションに対応した具体的なアドバイスが提供されていることが挙げられます。例えば初対面の人との会話、上司との会話、友人との会話、恋愛対象との会話など、場面ごとに適した会話のテクニックが紹介されています。これにより読者は自分の日常生活に直接応用できる実践的なスキルを学ぶことができます。さらに本書では会話を続けるための具体的なつなぎ言葉も多数紹介されています。例えば、それで、なるほど、それで、へえ、それからどうなったのなど、相手の話を引き出すための言葉や、そういえば、ところで、話は変わりますが、など、話題を転換するための言葉が紹介されています。これらのつなぎ言葉を適切に使うことで、会話をスムーズに進行させることができます。本書の中で特に興味深いのは、会話の方向性についての解説です。会話には大きく分けて、広げる、深める、まとめるの3つの方向性があると説明されています。広げるは新しい話題を導入したり、関連する話題に展開したりすること。深めるは特定の話題についてより詳しく掘り下げること。まとめるは会話の内容を要約したり結論を導き出したりすることを指します。これらの方向性を意識しながら会話を進めることで、より構造化された、充実した会話が可能になります。また、本書では共感の重要性も強調されています。相手の話に対して適切に共感することで、相手との信頼関係を築き、より深い会話が可能になります。本書では、共感の表現方法や、相手の感情を読み取るためのテクニックなどが詳しく解説されています。例えば、相手の言葉を繰り返すオウム返しや、相手の気持ちを推測して言葉にする気持ちの代弁などのテクニックが紹介されています。本書の魅力の一つは、読者が自分の会話スタイルを分析し、改善するためのツールが提供されていることです。これらのツールを活用することで、読者は自分の会話スキルの現状を把握し、具体的な改善点を見つけることができます。さらに本書では会話の準備の重要性も強調されています。特に重要な会話、例えばビジネスの商談や大切な人との会話などの前には、事前に準備をすることが大切だと説明されています。準備の方法として、相手に関する情報を集めること、話したいトピックをリストアップすること、想定される質問に対する回答を考えておくことなどが紹介されています。これらの準備を行うことで、より自信を持って会話に臨むことができます。本書の中で特に注目すべき点は、会話の流れを作る方法が詳しく解説されていることです。会話を単なる質問と回答の繰り返しではなく、自然な流れを持った対話にするためのテクニックが紹介されています。例えば、
相手の発言の中からキーワードを拾い上げて新しい話題につなげる方法や、相手の興味を引き出すための効果的な質問の仕方などが説明されています。これらのテクニックを使うことで会話がより自然で楽しいものになります。また本書では会話の終わり方についても詳しく解説されています。多くの人が会話の始め方には注意を払いますが、終わり方も同じくらい重要です。本書では相手に良い印象を残しながら会話を終える方法や、次回の会話につながるような締めくくり方などが紹介されています。例えば会話の内容を簡単に要約して締めくくる方法や、次回の約束を交わして終える方法などが説明されています。本書の特徴的な点として、会話の失敗から学ぶ機会が多く提供されていることが挙げられます。著者自身の経験や読者から寄せられた失敗談などが多数紹介されており、それぞれの失敗例に対する改善策が詳しく解説されています。これらの失敗例を学ぶことで、読者は同じような失敗を避け、より効果的な会話を行うことができるようになります。さらに本書ではデジタル時代の会話についても触れられています。スマートフォンやソーシャルメディアの普及により、対面での会話だけでなくオンラインでのコミュニケーションも重要になっています。本書ではメールやチャット、ビデオ通話などでの効果的なコミュニケーション方法についても解説されています。例えば絵文字の適切な使い方や、文字だけのコミュニケーションでも相手の気持ちを読み取る方法などが紹介されています。本書の中で特に興味深いのは会話の文化的差異についての解説です。グローバル化が進む現代社会では、異なる文化背景を持つ人々との会話機会が増えています。本書では日本人特有の会話スタイルや、海外の人々との会話で気をつけるべきポイントなどが紹介されています。例えば日本人特有の察する文化と欧米の言語化する文化の違いや、それぞれの文化圏での適切な会話の進め方などが説明されています。また本書では会話の心理学的側面にも焦点が当てられています。人間の心理や行動パターンを理解することで、より効果的な会話が可能になるという考え方です。例えばミラーリングという技術が紹介されています。これは相手の姿勢や話し方を自然に真似ることで、相手との親和性を高める方法です。またフットインザドアテクニックも解説されています。これは最初に小さな要求を受け入れてもらうことで、後の大きな要求も受け入れられやすくなるという心理効果を利用した方法です。本書では会話の中での沈黙の扱い方についても詳しく触れられています。多くの人が沈黙を恐れ、無理に話題を探そうとしますが、適切な沈黙は会話に深みを与えることがあります。本書では沈黙を恐れずに受け入れる方法や、沈黙を効果的に活用する方法が紹介されています。例えば相手の話を深く考えている時の考える沈黙や、感動や共感を表現する感情的な沈黙などの種類が説明されています。また本書ではアサーティブコミュニケーションについても解説されています。これは自分の権利や意見を主張しつつ、相手の権利や意見も尊重するコミュニケーション方法です。具体的には私メッセージの使い方や、相手の意見を尊重しながら自分の意見を伝える方法などが紹介されています。このスキルを身につけることで、対立を避けつつ自分の意見をしっかりと伝えることができるようになります。本書の特徴的な点として、会話の記録と分析の方法が詳しく解説されていることが挙げられます。著者は自分の会話を客観的に振り返ることの重要性を強調しています。例えば重要な会話の後にその内容を記録し、うまくいった点や改善点を分析する方法が紹介されています。また会話の録音、相手の同意を得た上でや、会話中の自分の行動をビデオで撮影して分析する方法なども提案されています。さらに本書では会話の中での質問力の重要性も強調されています。適切な質問をすることで相手の興味を引き出し、会話を深めることができます。本書ではオープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの使い分け方や、相手の答えやすい質問の仕方、相手の本音を引き出すための質問テクニックなどが紹介されています。本書の中で特に興味深いのは会話の中での物語力についての解説です。人間は本来
物語を通じて情報を理解し記憶する傾向があります。そのため自分の経験や知識を物語形式で伝えることでより印象的で記憶に残る会話ができるようになります。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですがこれこそが私たちが日々の生活をより充実させ長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますがこれは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されておりあなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず健康的に食べながら痩せることができるようにトレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり長期的な健康を維持することができます。さらにライザップの大きな特徴の一つとして30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度に対する自信の表れでありもしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるためリスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっておりライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは1日50分週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですがこの言葉には単に体重を減らすだけではなく健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムはあなたの生活を豊かにし理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したプログラムを提供しており健康的に痩せ理想の体を手に入れるだけでなくその状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でもライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。